スポーツの選手たち、もしくは高校生、中学生の特訓の場として砂場が使われるんですよ。例えば10分ぐらいのところが40分、30分ぐらいの、優に感じられる。ですから、ラクダお乗りになった方が全然楽。ラクダに乗れば楽だ。よろしい？ちょっと親父ギャグ言いました。それで、皆さんお乗りになるということでよろしいのかしら。それでも、乗れない人手を挙げていただいていいかな。あ、1人？ 2 人？何？2人？ 3 人？ 3 人歩くの？はい？ラクダ1人で乗るんですか？ 2人？ あのね、ラクダね、2人乗ったらバランス崩して危ないから1人ずつ。1人ずつ。ラクダだ、ラクダ。1人ずつ。あの、2人だと危ない。あの、以前ね、事故を起こして大変だったんで、1人ずつ乗ります。じゃあもう一回、最初は怖いかもしれない。ラクダに乗らない人手を挙げていただいていいですか？3人だけね。わかりました。でも40分あるとか言われたら何で乗ったとき私だってもう一つやるやつ。